高千穂神社の夜神楽高千穂の夜神楽は、宮崎県西臼杵郡高千穂町に伝わる民族芸能。毎年11月中旬から2月上旬にかけて、町内のおよそ20の集落でそれぞれ、氏神を民家等に迎えて奉納される神楽の総称である。幸大き秋の実りに感謝し、来年の豊穣を祈願するため神々に33番の神楽を奉納する。 その他、一般向けに、天岩戸神社の天岩戸夜る神ぐ三33番大公開祭りや、高千穂神社の神話の高千穂よるか祭りとしても披露され、高千穂神社の神楽殿では、年間を通じて、毎夜観光客向けに代表的な4番を演じている。国の重要無形民族文化財。現在は、神道信仰に基づく行事として行われているが、 実態は資料最終文化や農耕文化の名残を止めつつ、修験道、音明道、仏教の影響、さらに国学による修正も伺われ、日本の文化を織りなす多様な要素が混在する。各神社の宇治湖集落内の一軒の民家を、占いにより夜る神楽の会場に指定する。神楽宿づくりは、役割を決められた地区の男衆総出で,で行われる。 天体と季節の円滑な移り変わりを願う、襟物を作った後、打ち締め、看板、雲、緑の糸、外中蓮が付けられている。棚には、種もみが置かれ、穀物の神が山に鎮座していることを示している。屋根に弓矢と地儀を作り、必要な失礼を整えた後、通常初日の午後2から4時頃に、死神社にて、宮かぐらを奉納。その後、 神社の神体を乗せた御輿を中心とした信仰行列を組み、神楽塾へ舞いながら入る。神体を祭壇に鎮座させ、神事を行って神迎えを終えた後、改めて神楽奉納が始まる。その内容は原則として33の演目から構成されるが、その内容は地区によりかなり異なり、概ね後系統に分類される。 高千穂の夜神楽の代表例として紹介されることが多いのは、高千穂町中心部の未大地区のものだが、その典型的な番付は次の通り。一彦舞、二ふとしどの、三神仰、四鎮獣、五杉登る、六地方、七平神殿、八竹友、九立神店、十弓正守る、十一大合十二岩、千、十三字割、十四山盛、 十五袖花、十六本花、十七五穀、十八七鬼人、十九八八、二十五身体、二十一住吉、二十二伊勢神楽、二十三柴引き、二十四田地から尾の、二十五伝女、二十六小鳥、二十七枚開け、二十八日の前、二十九大臣、三十五、芝、三十一、締め口、三十二相下し、 三十三雲おろし、序盤に神事が行われることが多い。神楽塾の外では、見物に来た里人たちが、神楽らせりを始めて、神楽を盛り上げる。終了は、翌日の午前八から十時頃のことが多い。その後、神楽塾の片付けと、並行して、身体を、宇治神社に送り届ける、神送りが、最小限の人数で静かに行われる。以下、 参照文献に記した出典の、高千穂よる神楽お及び高千穂町の編集による、神楽のビデオに基づき、神楽三33番の内容の詳細を記載すると、次の通りである。1番、猿田彦命から、6番の日本刀で地に置いた扇の、日の丸をつき、赤い長布を揺する字がため、7番のぬさによる払いの、ぬさ進展までを、よど7番と呼ぶ。神々が、 天孫降臨の場を固めて、国づくりをしたことを表し、ここまでで、頑丈樹とされる。引けばここも、高間の原与達、集まり玉江四方の神々八番、竹友から十三番、地割りは、日本刀の剣部が中心。中国の対極拳と同様、片足のすねにもう一方の足の膝をつけ腰を落とした姿勢から、高速スピン旋回してきる動作が多い。 腰骨の延長線上に剣を持ち、宮本武蔵の二刀流に似た姿勢で、以後すべての舞に共通して見られる、と打新影流と呼ばれる。この男性による剣部部分は面をつけず直面で舞う。ここの部分で安山祈願の女性の帯を舞手の男性が助きがけにして背中で結び舞う風習がある。この男と女が帯を交換する部分こそが、 子孫繁栄を祈願し、天孫との関係を結んでいた、古代人の知恵を示すポイントである。ニコダネマシマス十四番、山盛で、夜神楽の前に逃げにしたいのししの象徴である。獅子を伴う三神が出た後は、能面をつけた前になる。十五番、袖花。十六番、本花で、雨の渦目命が登場。赤い長布を、スカーフのように頭に巻いて、髪の毛に模し、 白衣を着た女面である。これは、20番のご神体でのイザナギイザナミニカミによる酒造りの前の酔ったイザナミの亀顔と全く違い、ウリザネ顔の美人面である。24番、タジカラオノが岩戸を探し当てた後、彼の袖の影に隠れて見えない場所にいた25番の舞手の伝女が瞬時に入れ替わって舞う。伝女は腰を落とさない直立に近い姿勢のまま。 小股で、ゆっくり旋回して、女を表現。左手に笹葉に持した木の枝を、剣の束のように立てて握り、右手に持つぬさをつけたい鈴で、剣を水平に突き刺す動作を行う。26番、と取りで、田地から斧が再登場して、岩戸を持ち上げて投げ飛ばし、27番、毎回で、岩戸の中にあった太陽と月を象徴する鏡を両手に持って舞う。 アマテラスに相当するのは鏡であり。それは神イコールマイテとしては最後まで登場しない。二十八番の日の前、雨の小屋根の命、猿田彦命、重い金の命、雨のずめ命が祝福し、二十九番で大宮が登場する。大宮はアマテラスでなく、男性の渡罪、大和田罪の神である。夜が明けて、三十番、お芝からは、 麦わら船のマストをかたどった、外中連の高木の周りを舞い、三十三番、雲卸で神霊が降臨する。高千穂の夜神楽の舞の中に女性神アマテラスは、登場しないが、鳥取の舞で取り払われた岩戸の奥には、アマテラスを象徴するものとして、神社の神体が置かれる。一部地区では、幼い男児がその役を務める例もある。一般には、 新面をつけた舞のイメージが強いが、実際には、そのような舞は、全体の半分以下で、面をつけず複数の舞手で舞う舞が目立ち、その多くは三手倉、鈴、扇、榊の小枝、刀、弓や、たすきなどの小道具を手にし、比較的単調な動きを反復する舞が多い。岩と隠れ神話を表現しているされる終盤の、岩と五番などには、ストーリー性が込められているものの、 全体的に見た場合、そのようなストーリー性は希薄である。伝統的には、舞の奉納だけでなく、すべての準備や炊事にも、女性の手は借りず、男性だけで行うものだった。しかし、現在では炊事の部分に、地元女性の手助けを受ける地区が多い。また、正式なカの舞手はすべて男性だが、一部では、女子児童生徒が待った例もある。ありがとうございます。